もう何年も前になりますけれども、前川智博さんの書かれた原作小説を読みまして、とても興味深く、映画っぽいなと思って、原作の映画化を望むようになりました。加瀬成美役、長澤まさみさんです。よろしくお願いします。一人で外出歩かないでって言ったでしょ。何があっただよっていうのがあったら、シンジはゴロンと上パーッと見上げて、何ですか、尻餅を、こう、まあ、立ち上がらなくて結構です。長澤さんは本当に華やかで、おおらかで、それでいて確かな演技力があるんですね。往年のスター女優ってこういうことなんだろうな多分と思いながら、毎日惚れ惚れと眺めていました。こんな方がいらっしゃるんですね。まだそれこそスクリーンから抜け出てきたかのような雰囲気のある方でしたね。よーよー、はい、はい、それじゃ理解が深まらない。まず自分のこと理解したら。なるほど。台本を読んだ時に成美はもうずっと怒っていて、監督に初めて会った時に何に対して怒ってるのかっていうのを答えを教えてもらってて、ただただ怒ってるだけではないけど、でもいろんなことに怒っていて、身近なものではなく、なんかもっと大きい、なんか世の中のことだったり社会のことだったりっていうのに対して怒ってるんだろうっていうのを教えてもらって、怒ってる人なんていうのを演じるのは初めてだったんで、その怒りっていう怒りっていう感情にどう自分の気持ちを乗せていくのかが難しいところだなと思って、でも人間らしい人なのかなっていう印象でした。はい。やっぱりガイドが必要だ。信頼できるパートナーだ。加瀬真嗣役、松田龍平さんです。よろしくお願いします。はい、ガット。やっぱりガイドが必要だっていう、ちゃんと見てもいいのかなと、信頼できるパートナーってずっと見なくていいんですけど、立ち上がる直前というか。はい、はい、ガイドが必要だ。何なのよガイドって。信頼できるパートナー。松田さんはいつどこでこんな演技を体得されたんだろうと驚きました。この役にこれほどふさわしい方もいないだろうなと思いながら眺めていたんですけど、どんな状況、どんな相手役、どういう脚本上の設定であっても全くブレないんですね。芝居が本当に頼もしい感じがいたしました。はい。信じられないな。何度作っても一口も食べなかったんだよ。なんでだろう、こんなにうまいの。はい、はい、まあ、およそはこういう、はいいいじゃん。いや、いいです。いろいろ不安でしたけど、なんかそうですね、ちょっと、不安が解消されたというか、黒沢さんがすごい
的確に、本当こういう感じって言ってくれる。うん。まあ、宇宙人なんで、まあ、どうにでもできるし、どうにでもできないっていう狭間感が結構大変だなと思ったけど、まあでもちょっとまだわからないことがたくさんあるし、なんか台本だけ見るとすごくシンジは静かだし、ただでも多分いろいろありそうな予感これをしっかり演じていきたいな。はい、桜井役長谷川博樹さんです。よろしくお願いします。長谷川さんは万能な俳優なんだろうと思いました。映画のために生まれてきてくださったような方なのかもしれません。今回もちょっと江戸っ子下町みたいなベランメイク長みたいな感じでセリフをバラバラバラっと言われてたんですね。で、僕はそれは長谷川さんのなんか癖なのかなと誤解して撮影のある時に長谷川さん、いつものなんかベランメイク長みたいなあれとても面白いんであれでお願いしままたお願いしますって言ったら、あ、きちんといただいて ありがとうございます、いや、いろいろ考えてあの口調にしてみたんですがって言って、まあ、それはそうですね。考えたら長谷川さん今回の役を考えるにあたって、別にもともとああいう口調の方ではなくて、あえて、今回はこれで行こうというふうにやって見せてくれてたんですね。こっちはすっかりそれを忘れて、もともとそういう口調の方なんだと思い込んでしまったというぐらい、それが板についていたんですけれども、こういう人がいてくれるから映画はいろいろな表現が可能なんだという、素晴らしい俳優でした。はい、夫はそういう人たちの仲間じゃありませんか。いや、仲間です。いや、佐和子さん、その二人とご主人を絶対会わせてはいけません。会ったらどうなるんですか。侵略が始まります。だったら桜井さんがその二人にお願いして侵略をやめてもらえばいいじゃないですか。それができたらわざわざこんなところに来たりしないんだよ。はい、カット。はい、カット。桜井のその動機というか、まあ、俳優としてはすごく埋めていきたい部分ではあるんですけれど、やっぱりそれは黒沢監督の作品 ではそういう、のは必要ないなっていう気はしましたね。分からないなと思うところ、そこにすごく面白みがたくさんあるなっていう気はしていて、そこを変に埋めることをするより、まあ、監督の演出やそこから感じるもので自然に埋めていった方がいいのかなっていうのはすごく現場に入ってから感じましたね。では段取り前にご紹介させてください。天野役高杉真宙さんです。よろしくお願いします。一応トトトトンとついていってもいいです。終始遅れなくても、はい、時々遅れていいんですけど、桜井にさーっと詳しい話してもいいかな。はい、最初すごく良かったですよ、はい、なんか一つ一つの言動が何やってんだろうなって思える子だったっていうのもありますし、その宇宙人っていうのも初めてだったんですけど、見たこともないですし、どんな風に演じようかなって、なんかどうにでもできるところってもあるので、それを考えるのも楽しかったですし、
なんか台本を見て考えていくのが面白かったですね。大変だったシーンはやっぱり一番最初の病院のシーンですかね。緊張して初日を迎えたんですけどっていうのもあるし、自分がこのアプローチでいいのかなって思ったりとか、そういうのもあってちょっと大変でした。緊張して、立花明役常松ゆりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲスト用意。はい、はい、宇宙人の役は初めてだったので、どういうふうに役作りをしていけばいいのかなって思ったのと、あと黒沢監督の作品を何作か見てたんですけど、その、 もわっとしたちょっと不気味だけどおしゃれな世界観に入れるのかと思うとワクワクしました。ありがとう。最後のところだけで結構さっきこの直線に入ったらずっと笑ったんですけど、歩いてたらもうすぐ来る感じですか？すぐ来てます。あ、わかりました。こうなったらもうすぐチラッと見て大丈夫です。はい、はいはい、じゃあ一回ちょっと動きを見てみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、高杉さんは、まあ、なんといってもものすごく美形な顔立ちをして、いるので、それがまず強烈に印象に残ったんですけど、本当に確実に演技をされる方なんだなと強く印象に残りました。まだ若いのでものすごい可能性を秘めている方なんだろうなと感じました。この若さでもう宇宙人を演じたわけですから、多分何が来ても大丈夫だと思いますね。10年後20年後が楽しみな俳優ですね。常松さん、はい、まあ子役からやっているっていうことだったので、まだ若いんですけど芸歴はもう10年以上になるんでしょうか。難しい宇宙人の役だったと思うんですけれども、まあ難なくこなしていたというか、微妙なニュアンスから思い切った力強い表現に至るまで演技の幅はもう何でも来いという感じでしたね。これも末恐ろしい女優ですね。特に演出的に何もしないということを心がけました。アメリカの本格侵略 SF ですと、まあ、そのまさに侵略している瞬間が最大の見せ場、特殊効果も含めましてですね、いろんな宇宙人が人類を襲う瞬間が描かれているんですが、まあ、それらとは全然違う、やり方で今回はその侵略の瞬間を描こうと思いましたので、違うというのはどういうことかというと、何もしないということだということだというのは割と最初から脚本を書いている時から決めていました。すごく普遍的な中にその宇宙人っていう異質なものが入ってきて、だけどなんかそれが嘘に感じないっていうか、あ、なんかそれもまた普遍的なものなんじゃないかって思わせる感覚がすごく面白かったです。リアルというのか、それを分からないですけど、なんかそうですね、実際にありそうだなって思えるようなところがまたワクワクして、最後までとても楽しんで読ませてもらいました。よーし、はい、はい、
びっくりするぐらい何にもこだわらないで現場入っちゃったから何なのかが分からなくなっていくというか、まあだからそれを黒沢さんに本当に埋めてもらったなというか、うん、まあ黒沢さんも台本に書いてないことを割と現場でポンって、これはこうなんですよ、あそうだったんですねみたいなことがあったし、まあそれによってああそういうことかっていう、あだったらこうだなっていう感じで作っていったのかな、うん、まあ、宇宙人であるってことは割とフラットというか感情もだけど、やっぱりそこにシンジがたまに顔を出してくる感じがどのタイミングなんだろうなっていうのはすごい探ってていろいろ考えましたけど、うん、これもらうよピューって指差してバンとこうつながるあるんですよ、付け加わってます、必ずこうすることで、だからそれやるぐらい近寄ってていいです、それはどのタイミングなるほど、それもらうよってそれもまずもらう、理解して、ね、なるほど、それもらうよ、それもらうよ、概念を奪う時のこのジェスチャーは監督が考えられたんですか。まあそうですね、まあ、何か特に特殊なことは何もしてないんですけど、まあ、何か分かりやすい芝居は、一つやっておこうとは思っていたので、撮影直前まで本当にやってもらうかどうか迷ったんですが、試しに最初やったのはシンジが妹のアスミ、前田敦子さん演じるアスミから概念を奪うとこだったと思うんですけど、そこで試しにやってもらったんです。まあ前から考えてはいたんですけど、とってもわざとらしくヘンテコリンになったら即やめようと思ったんですが、まあ、そこは松田さんが実に自然に当然こうやるべきだみたいな形でふっと手を挙げてやってくれたので、あこれはいけると思って、以降それを、まあ、一つの形として、続けることにいたしました。一番近寄ってから目的は少しずつと出てきた、ってことは君は宇宙人、うん、そうきたか、そこまで笑わなくてもいいかもしれませんね。まあもちろん信じてないんですけど、多分笑ったところで通じないわけですから。はい、まあそう本心感のこと言う人に対して多分そうって割とドン引きみたいな感じだと思いますね。はい。うんじゃないっていう感じかなと。はい。やっぱりその宇宙人が概念を奪うという。そこの、言葉にものすごく、面白みを感じたというか、とにかく宇宙人たちが喋る言葉がものすごく面白かったですね。桜井なんか無関心そうにで突然ねえ、この人裏切らないって突然心配に突然、はい、それまで全然関心もなかったなって、ここに多分桜井いるんで、ねえ、この人裏切ろうな、裏切って得することは何もないね、桜井さん、ところどころで人形っぽくってのを言われたんですよ。それが多分人と宇宙人の違いなんだろうなとは思っていて、今それがやっぱりちょっと意識したところではあるとは思います。だからその辺からさ、はい、それカメラつけたらもうちょっと行こうですか、ハートとかさ、ね、待つのは抑えたりと、はい、松根松さん今のお気持ちは、私がやったんだなって感じです。いや
ひどいですよ、これ食欲がなくなる。アキラがその一家惨殺した後に帰り血の手についた血をなんか舐めるシーンとかあったんですけど、その時のカットかかった後にいいですねってボソッと言ってくださったのを聞いたのもすごく嬉しかった記憶があります。松田さんとは一緒に宇宙人の話をしたりとか、宇宙人仲間だったので、なんだかんだ言ってアキラが一番通信機もアクションもしてるし偉いよねとか言ってくださったりとか、なんかいろいろな話をしましたね。バリバリ撃たれたりこう何でも打ち返したりがあった後、いろいろやってみてください。銃撃つの初めての難しそうだなと思って。女子高生？どこの高校？もしかして立花明さん？そんなにその宇宙人がアクションがうまいっていうよりは、ぎこちないながらバッタバッタと普通、まあ、強い人間を軽々と投げ飛ばしていったりするようなイメージがあったんですけど、だんだん上手くなって本当に最初からもうアクションやってる人みたいなですね、なんで宇宙人こんなアクションができるのっていう、あの見事なアクションシーンに想像以上になりました。これまで僕の以外に
出てくれた方や、まあ、初めての方も含めまして、多分これまでの僕の映画のキャリアの中で最もたくさんいろいろなゲストと言っていいかどうか分かんないですけども、正直こんなに集まってくれるとは思わなかったので、感激しました。その場その、そのシーンそのシーンできっちりやっぱり見せ場を作ってくれているので、次々と出てくるゲストたちが一体どんな目に遭っていくのかっていうのを見るのもこの映画の楽しみの一つかと思っております。段取り前にご紹介させてください。アスミ役前田敦子さんです。よろしくお願いします。今日3日目会社は出してきた授業を私が全国のランダメルはい、カット、カット。じゃあ家族奪われました。はい、はい、最後の晴れ晴れと笑う、変な意味じゃないですよ。なるほど。とりあえずど真ん中をどんどん行ってみましょうか。はい。はい。はい、段取り行きます。はい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 、カット。アスミ役前田敦子さん、前編終了になります。ありがとうございました。ちょっと何してんの。ペースと周りのペース全然違う感じで、カメラ最初もこうなんですけど、だんだんわーっていってます。わかりました。はい、監督、これ戻ってからちょっと皆さん聞いてくださいっていう、まあ見えてないもう言う景色みたいなのも、まあ、だって出た方がありますね。はい、思います。はい、はい、戦争の責任は俺たちにもあるって思うんです。はい、カット。多分 OK ですね。ありがとう。戻るよ。じゃあ、一回チェックします。はい、このシーンをもちまして、丸尾役満島真之介さん、前編終了になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしいです。カメラがこっちに向いてきます。きっかけいたします。はい、ただ、あまり明の方は水にこっちをちょっと気にしつつ、はい、こちら以上ありません。はい、自分はすごくいいと思いますね。あ、それは、はい、はい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 どうそうかな。
怖いこれ。大丈夫ですか？うん。取りました。全然。いけてるか。こうなって。桜井さんにつけて最後もらえるんですか？はい。三石健さんです。よろしくお願いします。それで、そーっと出てきてください。はい。いいです。遠慮しない。やっぱり。そうですね。いや、そうです。やっぱりいいですわ。もう立ち上がってみよう。遠慮しないで。やっぱりいいです。青色の会議だね。ピッチピッチだ。飛脚みたいな。ちょっと飛脚みたいな。普段そういう服着ないんですよ。全然着ないですね。全然着ない。もうちょっとゆったり。あ、でも、お世話になります。長澤さんです。あ、長澤君って。出てるよね、なんかこういうね。あ、出てる。頑張ってる。頑張ってるってことでしょ？そうです。はい、最近。って言われて、ノリノリやんな。あ、でもいいって言われて。見ながら探してる。この辺の人にあげる。なんか何する場所？ちょっと人と待ち合わせをするところ。待ち合わせするの。ありがとうございます。なんとなくそこ開いて、ちょっとであとまあそんな見なくていいですけど、なんとなく全体をもう少しですね、はい、左側に移動します。よかった、あなたならそれを正確にイメージできるんですけど、はい、ですね、はい、昔カード曲げないでね。自分の利益を求めず、怒らず、人の悪を咎めず、不正を喜ばず、真理を喜びます。ちょっと多すぎて。それに愛は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、耐え忍びます。しかも愛は決して耐えることがありません。
はい、カット。ゴールド。はい。カット。はい、OK です。はい、OK。はい、OK。ありがとうございました。あ、ダメです。結構です。ありがとうございます。ではですね、このシーン以上になります。そして、今のシーンを持ちまして、はい、ですか。東山さん、全編終了になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。クリーピーに続きまた黒沢組に参加できたことをすごい嬉しく思います。また参加できるように、明日から仕事に励みたいと思います。暑い最中ですが、皆さん最後まで、熱中症とかからないように、走り抜けてください。すごい楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。話す方がいいんですよね。どう思う？そうですね、はい、試すというか、まあ、大した答えは期待していない感じですよね。全部いつもありがとう。いえ、必ず治療法がある。未来を信じましょう。はい、はい、ではただいまのカットをもちまして、小泉京子さん全編終了になります。お疲れ様でした。私コント以外で医者の役を初めてやって、嬉しかったです。だいたいいつも寝てる方なんですよね。だからちょっと緊張しましたけど楽しかったです。映画の出来上がりを楽しみにしています。ありがとうございました。長澤まさきゲットだね。はい、可能なんですけど、ほらショッキングが狙いな映画でもないので、僕でどうしてもやりすぎちゃうところがあって、音とかでどこまで、まあ、絵はもうそれはある程度ショッキングなんですけど、音でどこまでよりショッキングにするか、いやもう少し抑えて、いやこれコメディなんですよとかラブストーリーなんですよというようなニュアンスをどこまで入れるか入れないかって今悩みどころですね。
全然似てない。結局、人間に乗りつけます。すごい老けますよね。バンバンバンって最後バーン、はい、そうどっか吹っ飛ばされてるんですけど、ちょっとめくって起き上がって、まあ台本上なんかフラフラ走ると書いてあるけど、まあ、あんまりもうそう走らなくてもいいのかなと。はい、はい、カメラ、私奪われた。え？ベースの方にないですか？私奪われた。うん。いや、ダメだ。いいの。どうせ世界終わる。私も消える。だからもうしんちゃんにあげる。はい。はい、あいつがスマホ壊すから時間かかってんだよ。乗って。はい、今見えたのが、なんかいい。トネルで両方で。両方の方がいい。はい、全然何も。小田さんの力が。行きますよ。僕の方行きます、まず。よいしょ。よーい。はい。はい、カット。以上のカットを持ちまして、以上のシーンを持ちまして、立花明役常松裕里さん、全編終了になります。天野役、高杉真宙さん、全編終了になります。桜井役、長谷川博樹さん、全編終了になります。お疲れ様でした。
常松さんより一言お願いします。すごい俳優さんたちとすごいスタッフの方たちとこの作品に一緒に関わることができて本当にすごいいい経験ができてたくさん学ぶこととか反省点とかあったんですけどアクションも初めてやらせてもらったし機関銃も初めて撃ったし宇宙人にも初めてなったしですごいなんか初めてのことがたくさんあってとても楽しかったです。もっと成長した姿をお見せできるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。高杉さんお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。今回その天野っていう役なんかこんな役をできたの本当に嬉しくてその皆さんすごい方たちばかりで毎日緊張しながら現場に来てちょっとドキドキしながらセリフなんか天野演じてました。すごくでもいろんな勉強させてもらってもっともっとやっぱり演技がしたいなって改めて本当に思いました。これからも頑張りますので、皆さんまた、ご一緒できるように、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。佐賀さんお願いします。いや本当にもう憧れ の, あの黒沢組に念願の黒沢組に本当入ることができて、もう最高でした。すごい楽しい現場でした。なんだかちょっと神聖で清らかな空気がいつも流れてるようなそういう素敵な現場でした。爆発の中走ったのもちょっとなかなかいい現場でした。本当にいろいろ楽しませていただきました。本当皆さんありがとうございました。どうも、また、何かの時にまたお会いできたら嬉しいです。どうもありがとうございました。今のシーンをもちまして、加瀬真嗣役松田龍平さん前編終了になります。お疲れ様でした。なるみ役長澤まさみさん、前編終了になります。お疲れ様でした。松田さんから一言お願いします。最高に、楽しかったです。すごい不思議な気持ちで あまり終わったっていう実感がないです。なんか妙に感極まってしまって、いや最高でした。ありがとうございました。毎日怒っててすごく疲れました。そうですね、本当に黒沢監督と龍平くんが
あの映画界を引っ張っていってる人で憧れの存在だったので、一緒にあの仕事をずっとしてみたいなって思ってた方々で、あのまさかこうやってこの役をもらえるとも思っていなかったし、自分が思うあの理想とか現実にあのすごくあの、うん、それが理想が現実になっていないことにすごくあの悩んでた時期もあったりして、女優っていう仕事すごく大変だなっていうのは思って分かっているんですけど、長く続けていればこういうこともあるんだなっていうのをあの感じてます。そうですね、まだ自分がどれぐらいやりきれたのか分からないですけど、あの今できる、ことは全部やれたかなとは思っています。皆さん、スタッフの皆さんが、支えてくれたことと、あと、まあ、ちょっと宇宙人だけど旦那さんが、と一緒に、最後まで、二人三脚みたいな形で乗り越えられたのかなと思っています。本当に皆さんに感謝しています。ありがとうございました。SF も初めてですし、コメディもはっきりしたコメディというものはほとんどやったことがありません。あるシーンの中での俳優同士のセリフの掛け合いとかですね、そういったものをこの作品では結構重視しました。それが果たして映画としてどれだけ見応えのあるものになるのかっていうのは初めての経験でしたので、結構気を使いながら、まあでも撮影中はとても楽しい趣味もしてですね、新鮮な気分で撮影現場を乗り切りました。すると自然にコミカルであったり、時にはドキッとしたり、えらく日常的であるかと思うと、次の瞬間はちょっと抽象的になるとか、まあ、そういうとても幅のある表現になっていくんですが、まあ、それが結果として、いろんな映画のジャンルを複合させたようなものになっていったんだと思います。